というわけで、ヤシオのグラフィックデザイン講座始めようと思います。よろしくお願いします。イエーイ。いやー、とうとう3回目なんですけど、なんか結構評判が良くて、ね、調子に乗ってね、3回目もやっていこうと思うんですけど、今回は、広告の話をしようと思ってて、広告、俺が度肝を抜かれた広告参戦、そして発想力と情報のパワーっていう話をしていこうと思います。ということで、お付き合いください。よろしくお願いします。チッス。はい、というわけで一発目の広告、緊張るの広告ですね。これ見た時ね、びっくりしたんですよ。まず広告って基本的にやっぱコピーって言われる、文章が載ってるじゃないですか。あれで結構情報を伝えるっていうことが多いんですけど、この広告コピーなし、もう緊張るっていう、もうロゴしかないんですよね。もう商品の写真すら載ってない、うん、なんだけど、このゴキブリがめっちゃビビってて、でその緊張るの影だけであって、このゴキブリが緊張る持ってる人に追い詰められてるっていう、うん、このシーンだけでめちゃくちゃ伝わるじゃないですか。緊張るの恐ろしさ伝わるよ、ね、ゴキブリ目線のこの構図いや、これ俺すごい視点だなと思って、もう何でしょうね、ここまで情報をそぎ落としてこれだけの強いイメージが与えられるっていうのがで、うわすごいと思って、そう、まずポスター、特にポスターにおける話なんですけど、もう1秒とか2秒なんですよ。ポスターの前をこうやって俺は通り過ぎていくわけじゃないですか、うん、その時にんってならないといけないわけですよ。なるほど。その時にごちゃごちゃしたいろんな情報があっても絶対に目につかないんですよ、うん、2秒、まあ1秒ですね、本当にその1秒が広告の勝負っていう時に、どれだけ情報を削って強いメッセージをこの子に与えられるか、ここがめちゃくちゃ重要なんです。だからなんか結構世の中でめっちゃいろんなこと書いてある広告ってあるじゃないですか、うん、あれほとんど読んでもらってません。やっぱこれくらいにまでシンプルに情報を絞って強いメッセージを与えるっていうことが大事になってくるんです。もうコピーすらもないこの緊張のシルエットだけで表しているこの広告って、俺マジで表現力すごいなと思ってびっくりした。度肝を抜かれた広告ということで一つ挙げさせてもらいます。二つ目です。この広告、何の広告か分かりますかね。これ実はラグビーの広告なんですよ。で、男っていう字が横になってるんですけど、うん、これ男を横にすることによってタックルを表現してるんですよね。いや俺これびっくりして、めちゃくちゃシンプルな広告じゃないですか、うん、男を横にしただけで、うん、こんな表現できるみたいなので、いやーなんか若かった俺はね、これでね結構、あ、広告ってこういうことみたいな、すごいなと、こんな表現できる人天才すぎるでしょみたいなので、俺は本当にびっくりしました。いや、まあ実はですね、この広告はオリンピックの今のロコの前のあのサムさんという方がそうですね、いろいろねなったんですけど、うん、僕はまああのロゴに関してはとやかく言うつもりはないんですが、アートディレクターとかグラフィックデザインの領域において僕はあの人めちゃくちゃ才能ある人だと思ってて、うん、っていうのもやっぱりこの広告を見た時に本当に衝撃を受けて、うん、男を横にしただけでこんな表現できるっていう、そこの発想と着眼点と、クリエイティビティってこういうことかってね、僕に気づかせてくれた広告なんですよね。本当にもう色も黒の中に白一色、もうラグビーの男らしさとっていうのをこの男を横にしただけでそれを伝えたという意味で、シンプルかつ強いメッセージが僕はこれあったと思います。ということで第2戦に挙げさせていただきます。さて、最後の一戦、イチコの広告ですね。出た。やっぱね、うん、これ、まあ
これシリーズなんですよ、うん、その中でもこれ見ても分かると思うんですけど、イーチコどこみたいな、イーチコを探せみたいな、イーチコを探せみたいな、もうウォーリーを探せ状態になってるわけですよ、うん、まあここにねイーチコがあるんですけどね、これは菜の花畑の中にイーチコが配置されてて、写真撮って、まあ、コピーがちょっとね花に迷ってっつってね、こっちも見る側もイーチコどこみたいな、もうイーチコのロゴすら分からんみたいな、どこあんのみたいないや、これね、若い時とかは、うん、結構こういちごのポスターって居酒屋とかに貼ってあって、ね、写真の綺麗な広告だなっていう風にしか僕は思ってなかったんですよ、うん、正直、うん、ただやっぱこういうデザイン業界に入って、うん、こういう仕事をしてった時にこの広告の恐ろしさに気づくわけです、うん、っていうのもなぜかっていうとやっぱりクライアントっていうものがいるわけですよ、うん、デザインの仕事をしているとね、うん、そしたら許可を取らないといけないんですよね、最終的にクライアントに。クライアントあってのクライアントあっての商売なので、まあ俺がこんな広告を持ってったらはって言われますよね、うん、っていうか商品どこみたいなイチコどこみたいな、イチコどこみたいになるじゃないですか。だってまあいろんなね世の中に広告いっぱい出てると思いますけど、多分なんですけどデザイナーの本意じゃないけど120% ぐらい商品写真でかくしたりしてるんですよ。まあ、ね、注文がつくんだよね、まあ、結局やっぱ商品を売りたいから、うん、ね、商品をアピールしたいから広告を作るわけですよ、うん、その中で、うん、こうここを商品でかくしてとか、うんうん、みたいな話っていうのはね何百回とありました俺も。ただその中でこの広告、うん、なんでこんな広告作れんのっていうのがめちゃくちゃ気になって調べたんですけど、はい、まあ、当時あのイチコをやってられる、うん、あの会社があんまりお金なくて、はい、うん、まあ、ポスターぐらいしかできないよ、ね、みたいな話になった時に、まあ、その時に結構、ま、あの腕利きだったデザイナーアートディレクターの方がこの広告に入って、うん、で俺が全部やるみたいな、うん、文句言うなみたいな、うん、話で、これもうその会社のお偉いさんとか の、うん、あの承認を全く得ずに作ってるっていう、もう稀有な広告なんですよね。もうこの人が作ったものを会社に納品すると、そんな仕事の仕方あるの世の中にみたいな、うん、っていうか俺が作ったもの間違いねえから、うん、それを貼ってけと。なるほど。もう、うん、ただその人はやっぱもうイチコのことをめちゃくちゃ考えて作ってるっていうのもあって、ただイチコってまあもともと下町のナポレオンみたいな、あのパッケージも正直全然おしゃれでも何でもないやつだったのを、やっぱこの広告を出したことによって、あれなんかイチコっていいお酒なんじゃないみたいな、ちょっと他とは違うな、他とは違うぞと。もうこれ気分を表してるんですよね。イチコ飲んで気持ちよくなるぞみたいな。これをもうシリーズでやっていくことによってイチコのブランディングっていうのがめちゃくちゃ上がったんですよ。うーん、だからこれは俺はねびっくりしたというか、うん、羨ましいそう、なんかもう一つの商品をクライアントの承認も得ずにその人に全て任せてやってるこの仕事っていうのはね本当にすごいなと思って、でイチコのホームページに行くと、うん、過去のこのイチコシリーズ、はいはい、全部見れるので本当に綺麗な写真と、うん、まあすごいいいコピーとかの写真、うん、あの今までのポスターとかが見れるし、うん、まあ、このイチコってこのいわゆる下パンチのナポレオンシリーズ以外にもイチコスーパーとか、うん、結構ボトルからこだわったデザインいろいろあるね、あるんで、それも全部手掛けてるんですよ、うん、なのでこれは本当に日本の広告誌の中でもマジで衝撃的な事件と言っていいですね、うん、事件です。なんかこういう、そうデザイナーに全権が与えられるような仕事が増えていくと多分日本の広告はもっと面白くなるし、うん、世の中が面白くなっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、あの気が向いたクライアントさんどなたかいたら俺にも一本任せてくださいっていうのでじゃあ3回目はね、
ラジオ的度肝を抜かれた広告参戦、そして情報のパワーっていうことで、情報はやっぱりこうスリム化してそのメッセージを一撃で伝えた方がかなり効果があるんで、その辺ねってやっていきましょうということで、ありがとうございました。また見てください。